まあ、両チームの選手がこの長良川競技場のピッチに姿を見せました。2021明治安田生命 J3 リーグ第5戦、ここは中央から外へ、これはどうか、ゴールキーパーパンチング、ゴール前の混戦からヘディングシュートを放っていきました。まだ岐阜側の陣地でボールが動いています。ロングボールはここも服部、ボレーは枠の外です。ここも川西へ、ボレーはヘディング、ここはうまくゴールキーパー大友が反応しました。入ってきたボール、ヘディング決まりました。1点を返した沼津、セットプレーから、やはり鍵になるのはセットプレー、最後来たからヘディングは、これは鈴木だったでしょうか。1点差にされた FC 岐阜、中央ヘディングはこぼれ球は最後なんとか守りました。このコーナーキックからも、あ、最後は甲斐が、そして今日1点を挙げている川西から右へ展開。さあ一気に前線に岐阜の選手も上がってきた。右のサイドからシュートはどうか、ゴールキーパー大友体に当てて止めました。決定的なシーンになりました。裏へ、さあつながってどういった形を作っていくか、川西だ、川西のシュート、非常に小さなモーションの中でシュートに持ち込みました。